どうも土屋です今回からはイノベーションをテーマに本を紹介していきますそもそもマーケティングというのは単に広告の効果測定や KPI に対する道筋を作ることではなく本来は経営方針に深く関わる業務ですマーケティングの最大の仕事は価値の創造ですブランドあるいはサービスの価値をどのように作っていくのか 限りある経営資源の中でこれらを適切に割り振って成果を出していくことが必要です。変革のスピードが速い現代において変わるということはとても大事です。市場の変化に取り残されてしまうと今まで金の卵であった産業があっという間に陳腐化し悪ければ倒産という生き目にあります。そうならないように生存戦略をかけて企業は変化をしなければならない。 両機器の経営という本は、そんな企業にとって市場の変化に伴って企業を成長させ続けるための秘訣が書かれた本です。現実離れした内容ではなく、実際に行うことができるものです。経営の本館となるビジネスがいつまで続けることができるのだろうかという漠然とした不安。なんか違うなぁと思いつつ、なんとなく成果が出ている状態。実はこれ、危ないサインかもしれません。 この両気機器の経営の一貫したテーマとしては変化に対応しましょうということです。企業の命運は変われるかにかかっているとも言ってますね。以前、米国の Google 本社に行ったんですが、そこにはティラノサウルスの化石のレプリカがドーンと置いてあったんですね。で、これは何を示唆しているかというと、最強の生き物でも変化できなければ化石になってしまうということを表しているのです。一度天下取ったとしても、その後、その状態に安穏としていると、 滅びが待っていいるととうことです。実際 Google も最初は検索の精度を上げることをメインにしていましたがそれもつかの間で動画ビジネスをやったり広告ビジネスをやったりメールなどのインフラに手を出したりと多角化しているわけですそして検索だけではなく幅広く事業ドメインを扱うことでお金の流れを多角化したり余ったお金でさらなる研究をして進化をしているわけですよねですがこの変化というところは実は難しいんです 今、お金を生み出しているドメインが数千億円あったら、それをなかなか変えようっていうことに、モチベーションって上がりませんよね。単純な作業を考えても、日常の業務ルーティンを変化を促すだけで、たくさん反発があるのに、それに関わっている人が多ければ多いほど、利害関係が出てきて動きにくい。けれど、それでもやらないと生き残れない。大抵の企業は変化に対応できなくて滅びていきました。ということで、どうすれば化石にならないか見ていきましょう。 まず、両機器の経営とされていますが、何が両機器なのか。進化、既存事業を深めていく。探索、新しい事業を開拓する。この相反する二つを同時に進めていくために、両機器と言われているわけです。事例があります。これは、DVD レンタル業界での話ですが、2002年当時、DVD レンタル業界には絶対的な王者であるブロックバッサー社がありました。年間に6000億円も売り上げていた会社です。 そしてその当時、ネットフリックスは吹けば飛ぶような会社で3000万の年間売り上げ。当時のネットフリックスは同じように DVD レンタルを事業としていました。しかし、2019年、王者ブロックバッサーは市場において影も形もなく、ネットフリックスは年間で2兆円も超える売り上げを叩き出しています。何が違ったのか。ブロックバッサーは主要需要である DVD レンタルにこだわっていたんですね。 動画配信という手もありましたが、レンタル事業と動画市場は市場においてカニバルのではないかと懸念し、動画配信はしなかった。要するに、レンタル事業が細くなっちゃうんじゃないかと懸念して、動画配信をしなかったんですね。ところが、ネットフリックスは動画配信に手を伸ばしました。その結果はご覧の通りということです。もちろん、新しいことに対する挑戦はリスクを伴い出ます。 ただ、今栄えている事業ドメインのみに固執してしまうと、そのドメインに対する外部環境が変化した場合、対応できなくなって滅びてしまうということにつながるわけです。ではどうすればいいか。ポイント1、成功の罠に陥らない。成功の罠とは、豊富な成功体験が足を引っ張る事象です。企業でなくてもあり得る話です。例えば、B1 の営業部長がいて新人教育をする際に、最近の新人がよくわからないと愚痴ることがあると思います。 よく聞いてみると、自分が若い頃は飛び込み営業は当たり前だったとか、取引先の接待は当たり前で、土日も接待ゴルフだったとか。ところが、今の若い世代はそんなことしませんよね。そして、それを美徳とする時代はもう過ぎ去ったんです。その営業部長が若彼氏頃の教育を今の新人にしようとしたところでずれてしまってうまくいかない。 今の成功が輝いていればいるほどその成功体験を踏襲しようとしてしまうということです。特に既存の仕組みの中で成功するとそれに引きずられてしまうんですね。これは人間であれば誰しも同じかもしれません。個人の話であればいいんですが、企業だとどうなるか。単純にお客様から見放されるだけです。1966年当時、アメリカのフォーチュン100に乗っていた会社ですが、現在は19社しか残っていません。 つまり、それだけ変化に対応すること、ビジネスを継続することが難しいということです。一例として、ハーレー・ダビッドソンがあります。大型バイクでは老舗で、かつアメリカでは8割くらいのシェアを取っていました。1970年代は80%だったシェアですが、80年代になると30%まで落ちます。 何があったかというと、ホンダの小型バイクに市場を席巻されてしまったんですね。それまで、ハーレーは大型のバイクに対するこだわり、そしてそれで市場を牽引してきた自負がありましたので、大型バイク以外はバイクにあらずみたいな感じではあったんです。ですが、ホンダに市場を席巻され、会社が危うくなりました。ハーレーはこれを機会にマーケティングをやり直し、今ではマーケティングの教科書に出るくらいのブランドになるんですが、これも危機に際して変化できたから今でも生き残っているということになります。 ポイント2、探索と進化の両立。ということで、変化に対する重要性は分かったと。では、具体的にどう考えていけばいいのか。これのキーポイントが先ほどの探索と進化になります。探索とは未知の研究のことで、リスクも高く、効率も悪く、試行錯誤を繰り返しながら一直線に伸ばすというよりも、ジグザグに進んでいく感じのものになります。つまり、新規事業、新規開拓そのものですね。当然ながら安定した採算は望めません。 反対に進化というのは既存企業と組織能力を活用します確実性と効率性を追求しリスクは回避する傾向にありますなのでこちらは利益を出しやすいしかし先ほどから話をしている通りこの探索ということをしていかないと変化に直面した途端に経営は破綻しますそしてこれは経営者にとって会社にとって非常に忍耐が必要なんですねこの両立の命運を握るのはリーダーシップでありリーダーの差配と判断が必要になってきます ポイント3、変化に対応する。では、実際の例を見てみましょう。変化のステップとして、まず探究から入ります。このフェーズでは、多くの試行錯誤をします。これにより、多様性が確保でき、様々な変化に対応できるようになります。そして、成長期。様々な試行錯誤から出てきたアイデアを選択し、仕組み化と組織化をします。 そして最後に効率を追求していき、この時期になるとそのアイデアは進化期に入り、利益を維持するための装置になります。探索機においては自社の持っている既存の資産を使うことももちろんできます。ここで富士フィルムとコナックの比較を出していますが、コナックは写真フィルムにこだわった反面、富士フィルムは写真フィルム事業で培った資産を活かして新しい事業をいくつか取り組みました。 結果、富士フィルムは生き残り、子ダクはなくなっていきました。企業としてのこの探求期と成長期には投資が必要になってきます。一見無駄な投資に見えるかもしれませんが、投資をしないことには新規事業が育つことは絶対にありません。急な変化に対応することは不可能なので、普段からこれを意識的に進められているかどうかが長期的な目で見ると大事になります。ポイント4、リーダーシップとマネジメントを使い分ける。 この探求と進化はそれぞれ異なったスキルが必要になります。探求は新規事業の推進になりますから、強いリーダーシップが必要です。未来の見えない市場を目指す。つまり、宝があるかわからない海に向かってみんなを引っ張っていかなくてはいけない。これに対して進化は既存事業の合理化になりますから、KPI を達成するマネジメントが必要になります。こちらは安全な道を進んでいき、なるべく失敗をしないような運用が求められます。もちろん、 どちらが良い悪いというわけではなくて探究の果てには進化があるわけなのですからリーダーが強く後押しをしないと既存事業を優先することになってしまいます人は目標がよくわからないものや失敗するかもしれないものを本能的に避けるからですねポイント5両利きの経営4つのポイントここまででお気づきのようにリーダーとは経営者及び経営陣そしてそれを支えるマーケターになりますなので具体的に何を気をつけなければいけないのか4つ挙げました まず、探索と進化が同時に必要。両機器の経営というのは非常に非効率です。なぜなら不採算の可能性が高い新規事業に社内リソースを割くからです。大体反対されます。なので、反対に対する根拠をきちんと示しましょう。何事もエビデンスがないと感情論になってしまい、ろくな結果になりません。2点目として、経営陣が新規事業の育成と資金提供に関わり、監督し、既存部門から保護する。 新規事業に関しては、経営陣が積極的に関わらないと、金くい虫みたいに揶揄されて、新規事業に関わるメンバーのモチベーションが下がり、結果的には失敗してしまいます。反対者は排除するくらいの覚悟で臨まないとダメです。これはアメリカの USA Today の事例ですが、オンライン事業を立ち上げようとした時、社内で反対が起こったそうです。どうしたかというと、反対者を経営幹部から追い出し、送信のルールもコンテンツを供給するなど、新規事業に積極的な姿勢を見せるものも、 報酬やや昇進させすすくしたとということです3点目が新規事業を既存事業から離しつつ企業の強みを生かせる組織づくりをするこれは難易度高いですが新規事業と既存事業を分離させつつ組織能力の活用ができるようにするということです4点目 共通のビジョン、価値観、文化を作り、全員が仲間という意識を持たせる。会社内で、お互いの協力が必要だという心から納得できる共通目標がないと、新規事業と既存事業のメンバーが、お互いをライバルだと思って争うようになってしまいます。いずれの場合も、両機器の経営がうまくいくかどうかは、経営トップ次第です。そして最後に、両機器の経営におけるリーダーシップ5原則を解説します。 というのは、両利きの経営をする場合、リーダーはとんでもなくストレスフルな世界に身を置くことになるからです。新規事業が花咲くには時間がかかります。その間、赤字を垂れ流すことになるかもしれません。そうすると、社内外から非難されたり、一見すると、矛盾する言動をすることになるので、理解されないこともあるのです。これをどう回避するのか。まず、 戦略的方法を示し、幹部チームを巻き込みます。一人で戦うのではなく、経営幹部もまたリーダーとして考え行動するように促します。二点目として、緊張関係をどこに持たせるか選びます。どんなに融和を図っても、新規と既存では必ず対立が起こり、そこに葛藤が生まれます。それに向き合うのは誰かということです。もちろん、経営トップが向き合うのも良いでしょう。あるいは、経営トップでなければ、経営幹部と腹を割って話せる場を作る必要があります。三点目。 幹部チーム間の対立に向き合いバランスを取る。これは様々な社内の矛盾やチーム同士の葛藤に対してうやむやにしないということです。うやむやにしてしまうとチームのモチベーションは下がりますし、メンバーの既存事業に対する心理的比重が高くなり、新規事業は失敗します。特に新規に関わっているメンバーはともすると自分たちが主流じゃないと思いがちですし、周囲もそのように扱いがちです。そうすると新規に対する戦いを続けていく気力が薄れていくのです。4点目は、 一貫して矛盾すするるリーダーダシップ行動をする既存事業には利益や安定性を求める反面新規には防御を求めるわけですからはためから見たら矛盾しているわけですただこれは最初に戦略的抱負を話し理解を得ていれば避けられることです最後に議論や意思決定の実行に時間を割く両機器の経営はトップ自身の判断に委ねられますなので定期的に既存とも新規とも時間を作り事業について自主カッをしましょう そうすることでトップがどこに注力すればいいのか何が今起きているのかを知り適切な判断ができるようになります。間違っても新規事業を誰かに丸投げするとかしてはいけません。そうすると丸投げされた人は潰れます。そういう人いるんですかと問われると結構います。 大体そういうところはパフォーマンスとして新規事業をやっているだけで内実はお粗末なものですがそれに付き合わされるメンバーのことをもっと考えてほしいなと思ったりします以上になりますがお気づきのように両機器の系で出てくる本当の課題はイノベーションが起きないとかアイデアがないとかそういう話ではなく変化に対応できるための組織づくりとリーダーシップということになりますまずは教科書通りにやってみましょう行き詰まっている壁が突破できるはずです